京都聖母学院中学校、高等学校は、京都府京都市伏見区深草多谷町にある私立、中学校、高等学校。1921年、フランスのヌベール愛徳修道会から派遣された創立者メールマリークロチルドリウチニエ、及び6名の選挙女が、大阪玉作りカトリック教会にて語学などの個人教授を開始したのが、聖母女学院の始まりである。 その後、1932年、大阪の寝屋川市に移転した、聖母女学院の姉妹校として、1949年に、京都聖母女学院が開校した。校訓は、オベーセンスイティピュルテ。校舎の十字架に似た模様は、フランスのエルミンという動物を図案化したもので、真っ白い毛皮に包まれた体が少しでも汚れると、死んでしまうという言い伝えから、 聖母女学院創立当初に純潔の象徴とされ、交渉となる。幸君と交渉が意味することは、正しいことを聞き分け、その正しいと信ずることをためらいなく、ひたすらに実践する。しかも、その実践にはいつでも、自分を犠牲にできる、優しい心を持っているそのような生き方ができる、人物を目指すということである。その考えは、キリスト教の博愛精神が、ベースになっている。 校則は、礼儀、規律を重んじるものとなっている。また、2012年より同志社女子大学連携コースがスタートし、進学面においても席々同率を含めた指定校推薦枠が充実していることが大きな特徴である。幼稚園から短期大学まで併設されている。幼稚園から小学校までは男女共学、中学校以降は女子校となる。 カトリックの人間観、世界観に基づく教育を通して、真理を探求し、愛と奉仕と正義に生き、真に平和な世界を築くことに、積極的に貢献する人間を育成する。ありがとうございます。